はいどうも皆さん、こんにちは、ゆあよんでございます。アンダーテール、やっていきましょう。さあ、今回は何があるのか。ん？下なんかベルトコンベアみたいに動いてる？自分の移動したところに。なんか動いてるよね、下。なんやあれ。また影の部分だよ。影があるとさ、普通右へ進むじゃん。左の時は顔見えるけどさ、右に行くとさ、顔が見えなくなるあたりがさ、いい雰囲気出してるよね。うまいよね。あー、なんか来た。は？いやー。あっ！出た！あ、待って、また戦いかい。こういうことだったのか。やべえやべえやべえ！これもちょっと一回当たってみたいな。一回取るとまた多分戦いに入るんだろうね。なるほど。結構まあ避けられそうであるね。いけるな。こいつ何なの一体。何者だよお前。いっぱい出してくるな。いっぱいちょっかい出してくるね。ああでも当たっちゃうな。いきなりクライマックスだな。めっちゃ迷路みたいになってるよ。あっ避ける。あー結構避けられねえもんだな。こっちで合ってんの？逆にね、合ってない方向に行きたいんだよね。まあ、男ってのはそういうもんだよ。探索をやっぱしたいよ。合ってない方向、全ての道が分かってから先へ進みたいんだよね。結構なんかむずくなってきたよ。避けるの大変になってきたな。なんか速くなってきたよ。気のせいかな。速くなってきた。なんか広いとこ出ちゃったよ。こっちで合ってたんかな。え、合ってない方が良かったんだけど。さっきさ、もうちょっと上の方向も何かあったよね。そっちなんだったっけ。合ってるみたいだな。あ、続く。うわっオッケー。あれ行き止まり。行き止まり。え行き止まり行き止まりだ。じゃあ戻るんかな。じゃあ会ってなかったってこと。でもあいつはいなくなったね。うわぁ。来たぁ。何の用だ。あ、それはひどい。マジでやってくれたわ、お前。覚えてろよ、この野郎。え、ちょっと何？どういうこと？なんかバッドエンド？終わった？え？何ちょっと、覚えとけよ、あいつ。やってくれたな。まあ、まだわかんない。まあ、一つのストーリーが。ね、第一章が終わりかもしれないけど。こっちから聞こえたと思ったんだけどな。あれ？君は、ひょっとして落ちてきたの？怪我はない？大丈夫？立てる？ユヤヨン。って言うんだ。ちょっと、ゾッとするよね。ちょっと自分の名前がふって出てくると。いい名前だね。僕の名前は、え、ちょ、何？僕の名前は何だよ。うわ、何？埋まったわ。あ、沼ですか、ここ。いや、なんでこんな花畑ですか、これ。お花をつけてくれたの？なんでこんなとこ寝てんの？なんか間違ったことしたんかな？まあ、いっぱいしてるんだと思うけどさ。誰さっきの、しかも。ここどこ？ゴミの山だ。見覚えのあるメーカーの名前がいくつもある。見覚えのある名前。任天堂とかあるんや。ここでセーブポイントですか。こんなとこ来ちゃったよ、これ。この道しかなかったんかな。さっきさ、そう、ちょっと気になるのがさ、
あの逃げながらさちょっと焦ってたから一つの道しか行かなかったけど、もう一つなんか上の方に道あったんじゃないかなって思うんだよね。そっち行ってたらまた別の展開になったんかな、ちょっとわかんないですけども、まあちょっと下の方向へ行ってしまってね、結果あいつに落とされてしまったという。これは生きてるってことでいいんですかね、死んでね、死んでなんか死後の世界っていうわけでもないんだよね。なんかゴミとかあるからね、多分現実だと思うんだけど。いやー、こんなとこ来ちゃったね。はい、ということで一旦もうこれいいか。今回の動画はあいつから逃げるという動画でしたね。また次回ね、まあ、ちょうどここにセーブポイントあるんで、また次回ここからやっていきましょう。滝は洞窟の天井から流れてくるようだ、時々ゴミも一緒に流れてきて、どこまでまでも深い滝壺の闇に消えていく。何の役にも立たないゴミのサイクルを延々と見ていたら、きついかみなぎった。今回長いな。ゴミエリアだって。はぁはぁ。いや、まあまあ続きそうだね。はい、ということで、じゃあまた次回ここからやっていきましょう。ということで、じゃあ今回は、これでお会いしたいと思います。では皆さん、さよなら。